はい、どうも、メヘロジさんです。おはようございます。はい。昨日はもうライブ配信ありがとうございました。はい。今日ですね、予定としては結婚相談所にですね、相談に行ってまいりますというのが一つと、オフ会ですね。昼から視聴者さんと会いますと。この二つなんですけども、まあ、主に結婚相談所の方ですね。お話しさせてもらおうと思ってます。会社名は伏せますけども、まあ、大手の結婚相談所さんの婚活パーティー行ってきて、まあ、その際にですね、ちょっと一回話聞いてみませんかということで、ね、お話を伺っているので、出向きますと。ただ、まあ、今日の段階では、おそらく、制約して、結婚相談所で活動するってことは、今日の時点では多分ないかなと思ってます。理由は二つあって、一つは私の問題ですね。はい。今借金170万あるっていうことで、まあ、そもそも借金っていうのが、あんま良くないだろうなというところ、ですと。で、大体、やっぱ年間20万ぐらいかかるんで、まあ、それ返した方がいいやろうな、というのが一つと、うつ、発達障害、で、肥満、言うたら、糖尿病。まあ、こういう病気だらけの状態で、なかなか難しいなというところで、まあ多分、昨日もライブ配信で言われたんですけど、体重を落とすこと、で、数字を良くすること、まあここを、まあやらんと、入り口にも乗れへん。入り口も乗れへんことはないんですよ。マッチングできてるんで、多分マッチする相手はいると思うんです。ただまあ結婚するにあたって、そこら辺、金銭面と体調面と、合わせたらですね、まあ今婚活するような状況じゃねえのかなと。結婚相談所でゴリゴリ婚活するような状況じゃないのかな、というふうには思ってますと。いうのが一つ。で、二つ目は、結婚相談所で、まあ、僕自身7年ぐらい行ってたんですけども、結構こう、失礼な態度をされたりですね、そういう、対応されたっていうことが、未だに残ってて、個人的にいい印象があんまりないっていうところですね。はい。で、結婚相談所から別にフォローアップされたっていう経験もないですし、っていうところなんです。で、どちらかというとレディーファーストで、何でもかんでもやってあげてくださいねっていう話なんですけども、まあ、それでお茶代は出す、ご飯代は出すっていう形で、まあ、やっていくと。で、もちろんマッチング自体はするんですよ。マッチング自体はするんで、おそらく次結婚相談所入ってもマッチングはするんですと。なんですけども、まあ多分振り回されて終わるだろうなっていうのが、昨日のライブ配信でもなんかそういうね、方とも気が、言ったら一度何度もお会いしてる方と、ちょっと話意気投合したんですけども、結局、その女性のわがままに振り回されて金と時間の無駄遣いをするんなら、なんか今の段階ではいいかなというところなんです。まあ、もちろんそんなことはないですと言われるかもしれないんですけども、この前マッチングした方もですね、挨拶のメール送って、メール返ってこないんですよね。そこの相談所で、結婚相談所のパーティーに出て。まあ、そこの、なんですかね、結婚相談所に入っている方じゃないのかもしれないですけども、まあ、言うたらそういう女性がめちゃ多いんですよ。婚活してる中で。で、あと、なんて言うんですかね、そういう、メールを僕の中ではもう一日返せないっていうのは結婚相手としてはもうありえないと思ってて。まあもちろんその優先順位とかあると思うんですよ。何人も何人もやってたら、それは優先順位も落ちるし、嫌な男とは、言うたら連絡、したくないっていうのもあるかもしれないんですけども、少なくとも交際をするっていう選択をした以上は最低限のマナーというか別に仕事じゃないんですけども、仕事でも一日置くってことはあんまないと思うんですよ。なんで、なんかそこのところは少なくとも結婚に前向きであるというんであれば、返信しろよとか思ったりとか、あるいは、なんですかね、予定を立てるにあたって、予定を立てる、メールすら返せない人とかも結構いるんですよ。何日か置いてメールするとか。それも失礼な話だし、個人的にはもう、先々考えたらもうありえないなと思ってて、そこのところが結構許せない、ですね。っていうのが、何度もあるんで、少なくとも女性の方が優位で、
まあ、ことが動くんですよ。年収ベースでは男性の方が優位かもしれないですけども、何かに女性優位で動くというところが、僕はちょっと気に入らない、ですと。いうところで、まあ、今、まあ、結婚相談所の女性余り問題とか、あるいは男性がこう結婚諦めていくっていうのが、こう、なんですかね、まあ、まとめ記事とかで、こう出てきてるわけですよね。それが、まあ、まあ、なんですか、社会現象として、いや、女性の、結婚相談所の女性余りがもうむちゃくちゃやばいですと、いうようなことを結婚相談所の方が意識して、いろいろ改革していく。あるいはその、高齢貧困、独身女性、であったりとか、まあ、いやいや、年取った時に収入の低い女性側っていうのは、結構、生活苦労しますと。だからまあ、どんな手を使ってでも男の人をこう、捕まえなあかんという形になって、こう、結構積極的に、自分から借りに行くっていうような状態になっていただかないと、多分難しいなと思ってるんですよ。で、それは今日の段階ではそんなことはありえないと思ってるんで、そういう意味で、一応今の状況、婚活の状況を聞いた上で判断はするんですけども、おそらく今日、そういう形で、なんですかね、登録するってことは多分ないと思います。はい。まあ、言い訳がましい話になるんですけども、今だから僕が積極的にゴリゴリ行ったところで多分空回りになるんだろうなと思ってるんで、だからまあ、時期が来ればやるかもしれないですし、おじさん的にはまあ、今 YouTube の方が楽しいんで、まあ、そういうところに力を入れたいというところはあるんですけども、まあ、それを置いといてもですね、まあ、婚活で、まあ、より好条件で動くんであれば、収入を増やし、借金を減らして、で、体調を整えるというこの基礎的なところをまあ積み上げていくっていうことをしながらですね、状況を待つっていうのが今の私にできる正しいことかなと思っておりまして、そういう話をさせていただきました。はい、また結婚相談所の相談行った話はですね、別で、動画撮ろうと思ってますので、まあ、その時にひょっとしたら今日今話している内容と、ちょっと中身が変わるかもしれませんけども、今思っていることをちょっとお話しさせていただきました。以上です。